ルベッシャビクタイスプ愛弱も憎悪もなければヴィシャヤンインドリヤイシチャラン対象に感覚触れてもアートマヴァッシャイルビデヤートマ自己制御確立するものプラサダンマティガッチャティ心の静けさきっと得る。2章の64節ですね。これはそのまま読んでも意味は通じますが、対象に感覚が触れても自己制御を確立するものは愛着の憎悪がないので心の静けさをきっと得るというふうに読んでも結構ですね。愛着も憎悪もなければですが、愛憎悪は皆苦で有害無価値なんですが、快楽を得ることは自分にとって利益がある、あるいは幸福になると思っている人たちが多いのですね。憎悪の方は、あるいは嫌悪の方は苦痛で有害だ。と思う人たちは多いのですが、愛憎というのはいずれにしても執着ですから、その強度が増せば増すほど自分は不幸になるんだということを理解できないので愛着してしまうんですね。しかし愛憎を捨ててしまえばスカッとすっきりあっけらかんとするんだということをわかるまでにはおそらくいろいろな愛憎で快苦あるいは苦楽を経験しないとおそらくわからないのかもしれません。で、気がついた時には修行するには遅すぎたなってなってしまう場合が結構多いんですね。対象に感覚触れてもですが、対象をどう認識するかなんですね。例えば相手が老若男女人間であると判断するのか、人間は皆一緒、人間人間と思えるのか、あるいは生き物は全て一緒と思えるのか、感覚対象を自分はどのように認識判断しているのかと、これも毎日チェックしないといけないんですね。ところが、そのチェックする判断作用は、感覚、判断作用は実験に支配されていますので、自分がどのような刷り込みを持っているのかまで見る人でないとなかなかそのからくりもわからないわけなんですね。自己制御確立するものですが、例えば対象が鉄であって心が磁石だとしますと、皆さんの心に磁石があって、外の世界の対象が鉄だとすると愛着で引き寄せてしまいますね。あるいは磁石と磁石で NN、SS で反発し合うかもしれませんね。ところが自分の心の磁石は強くも弱くもなり得る性質を持っていますので、外の対象、に対して自分の磁石あるいは自性自力を弱めていけば、外にどのような対象があろうとも必ずしも愛憎を抱かなくても済むというふうになってくるんですね。そのようになれば心の静けさはきっと得られる。それで心の自性を無効にするというのは、息を吸ってあい、息を吐いてあんで、対象のことを考えない時間帯にはですね、自制が無効になっているわけですね。I am thinking, I am sensing. 思考、感覚、作用の世界に心がモードを変えていきますと、心の活動状態が変わっていきますと、たちまち皆さんの実験に従って心は自制を帯びて、
それなりにいろいろなものを引き寄せたり反発したりして、快苦、苦楽を味わってしまうわけなんですね。ですからマスターの教えに従ってどのようにして自分の心の実家という自制を無効にしていくことができるのか、そこに狙いを定めて修行されるとよろしいかと思いますね。